皆さん、こんにちは。夏は本当に草刈りに追われている芸能表現士、久高哲也です。今日はですね、これは太鼓小屋の周りではありません。山の中ではなくて私の自宅です。前ちょろっと、動画の中で映したんですけれども、今日はですね、ようやく時間が取れましたので、自分の家の草刈りをしたいと思います。今こんな状態になっております。しばらく放置してたのですね、本当に山の中みたいな状態になっております。今日はとりあえずできるところまでやろうかなと思います。ここはですね、今南に私向いてこうカメラを回してるんですが、夕方になると太陽がですね、建物の陰に隠れて、今車から見ると右側から太陽が出ておりますけど、右側のところに巣立ちが生えた庭というか畑というか敷地がありまして、今日はこっちの建物の南側を草刈りしようと思います。草刈りの前にですね、もうここのとこもういかに雨が降らないかっていう、アジサイがちょっとかわいそうな感じになっちゃってるので、草刈りの前に水をあげてから作業を始めたいと思います。夕方この涼しい時間でどこまでできるか分かりませんが、とりあえず、この草ぼうぼうの庭をどうにかしたいと思います。ここにはね、猫の手も借りたい、貸してくれそうにありませんね。それでは作業を始めていきたいと思います。まずはアジサイの水やりからやってみます。
というわけで今日はここまでです。ここのクズを刈り払ったのでだいぶ風通しが良くなったんですが、悲しいことにですね、まあ、あんまり言っちゃいけないんですけど、あんまり風通しを良くするとお隣の果樹園の消毒がですねもろにかかってしまうという、まあ、ちょっとジレンマを抱えておりますけれども、それでも、草刈りをして、すっきりしました。ビデオではちょっと上がりにくいでしょうか、成果は。でもこの辺ね、さっきの映像と比べて向こうの灯籠が見えてますしね、こんな感じで、まあ、まだ買った草もこうなんていうかしおれずにピンピンしてますので、一見それほど違いはないように見えますが、一応一通り草刈りを終えております。これね、本当この映像だけ見ると山、太鼓小屋なのか家なのか全然わからないと思うんですけれども、あ、さっき紹介し忘れましたが、これですね、実は沖縄の桜、カンヒザクラです。まあ、ヒカンザクラって言ったり、ややこしいんで、ヒガンザクラとね、混同されるんで、カンヒザクラって言ったりしますけど、梅みたいな真っ赤な、濃いピンク色の花が咲きます。もう何年になるか、6、7年になりますかね。もうちょっとなるかな。不思議とですね、ちゃんと信州でも冬を越して、こうやって大きな木になります。2、3年ぐらい前から花がしっかり咲くようになりました。で、作業の前に水をやったアジサイ、手前のこの株はだいぶ戻ってきましたね。生命力やっぱり強いですね。で、奥のやつがちょっとダメージが、日照りのダメージが強かったらしくてまだ戻ってませんが、おそらく夜の間に水分しっかりとってまた戻ると思います。で、今日はもう日が落ちてきて、あとさっき藤と格闘してる間にだいぶ疲れちゃったので、このこっち側ですね、こっち側の、敷地は、ここの草刈りは次回にしたいと思います。あれがこの間動画で紹介したすだちですね。ここももう草ぼうぼうの状態です。早くどうにかしたいです。今日は草刈りの、家の草刈りの様子をお届けしました。それではまた。